はい、皆さんこんにちは。今回の動画は耳で学べるシリーズの第7回です。第7回は教育原理ですね。このシリーズは問題が読まれた後に答えまで読み上げますので、スマホの画面を見なくても勉強できるようになっています。隙間時間にぜひ活用してみてください。それでは問題を始めます。チャンネル登録まだの方は今のうちにお願いします。それでは行きます。スキナーが提唱したもので、学習者に学習プログラムを提示し、個別学習によって目標へと到達させる教育方法。これを何と言う？プログラム学習。特に小学校で重視されている、いくつかの教科を合わせて授業を行うことを何と言う？豪華授業。パーカーストが実践した教育方法で、生徒は教師と学習の契約を結び、遂行すべき学習の配当表に依拠して、教科別の実験室に出入りし、自己のペースで学習する。この学習方法は？ドルトンプラン。ローゼンツワイクが考案したもので、フラストレーションを呈している人物を含む絵を提示し、当該の人物の立場になって応答させる性格検査を何と言う？ PF スタディ。教育相談の方法の一つで、偶発的な生徒対教師の接触の機会を意図的に捉えて相談を進める方法を何と言う？ チャンス相談。ベルとランカスターが実践したことから、ベル・ランカスター法とも呼ばれる。教師が数人の助教を介して、大人数の生徒を教育するための方法を何と言う？モニトリアルシステム。マレーが考案したもので、1、2名の人物を含む絵を提示して、その絵に関する物語を作らせ、それを分析することで性格を把握しようとする検査を何と言う？TAT。 学力が知能から期待される水準よりも低い児童生徒を何と言う？ アンダーアチーバー。障害のある子供を含めた全ての子供を同じ場所で教育することを何と言う？ インクルージョン。レヴィンが提唱したゲシュタルト心理学の中心概念で、個人の行動はその人を取り巻く生活空間の構造によって規定されるという考え方を何と言う？場の理論。ギルフォードと矢田部達郎らが作成したもので、抑うつ、劣等感、支配性、外交性など12の性格特性を測る120の質問項目からなる性格検査を何と言う？ YG 性格検査。英語でマスタリーラーニングといい、指導の途中での形成的評価やそれに基づく指導の個別化などを駆使することで、すべての子供に学習内容を習得させるという考え方を何と言う？完全習得学習。集団に対して優しい人は誰々です、怒りっぽい人は誰々ですというような虫食いの文章を提示し、括弧内に人物の名前を書かせる人格評定法を何と言う？ゲス風テスト。生徒の興味関心を引く社会生活の学習が中心課程に据えられ、周辺課程の教科の学習は中心課程の学習の手段として位置づけられる。このカリキュラムは？バージニアプラン。条件刺激と無条件刺激を交互に繰り返し提示して、無条件刺激に対して起きていた反応を条件刺激に対しても起こるようにすることを何という？レスポンデント条件付け。ピアジェが提唱した認知の発達段階の一つで、4段階の最初に位置するものを何と言う？感覚運動器。基本的には全般的な知能発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する、または推論する能力のうち、特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すものを何と言う？学習障害。ブルームによる教育評価三類型の一つで、学習指導の途中で生徒の理解度を確認し、指導計画の修正や改善を図るために実施するものを何という？形成的評価。
役割演技と訳され、台本のない即興劇を自由に演じさせたり、実社会で期待される諸々の役割行為を演技させたりする学習方法を何という？ロールプレイング。昔の私は、私の家族は、などのような未完成の文章を提示し、それを自由に完成させることで、対象者の性格を把握しようとする性格検査を何という？ SCT。 1990年代にアメリカのウォッシュバーンが実施した、個別学習と集団活動を組み合わせた教育方法を何という？ ウィネトカプラン。障害のため、通学して教育を受けることが困難な児童または生徒に対して、教員を派遣して教育を行うことを何という？訪問教育。個に応じた指導を行うため、複数の教師が協力して指導を行うことを何という？チームティーチング。生徒がファイリングした資料や教師とのやり取りの記録、自己評価やテストなどをもとに、多面的、総合的に評価する評価方法を何という？ポートフォリオ評価。教育相談の方法の一つで、教師が生徒全員に対して定期的に実施する教育相談を何という？定期相談。永続的に記憶される記憶のことで、短期記憶が反復されたり、その意味が分析されたりするなどの処理を受けて、安定した記憶になる。この記憶を何という？長期記憶。統合教育と訳され、障害の状況を考慮しつつ、できる限り同じ場所で、障害者と健常者を教育することを何という？インテグレーション。OECD が実施している15歳児を対象とした国際的な学力調査を何という？ピザ。学校教育を修了し、社会に出た者が再び大学や専門学校に戻って学習することを何という？リカレント教育。20世紀初頭にアメリカのキルパトリックが提唱した単元学習の方法は？プロジェクトメソッド。はい、いかがだったでしょうか。この動画が参考になった、または勉強になったという方は、ぜひチャンネル登録やいいねボタンをよろしくお願いします。次回は教育公務員特例法について、演習問題も交えながら解説しますので、隙間時間にぜひご視聴ください。それではまた。